いらっしゃいませ。 iPad 絵描き歴5年のハヤトロックです。2021年9月15日 Apple の新しい製品発表会がありましたね。今回は iPhone ではなく新しい iPad 第9世代について絵描き目線で解説します。ガジェットチャンネルやないからお絵描きチャンネルの iPad 紹介やで。初心者医師の最初のデジタルお絵描きデバイスとしては買いです。買いの理由1、安い。はい、 iPad、 新しい iPad ですね。はい、 39,800円、税込みからですね4万円を切りました。これが買いの理由1個目。はい、買いの理由2、何をするときもパワフル。はい、こちらですね、 A13 バイオニックチップっていうのが積まれてます。これは iPhone 11シリーズに搭載されたチップと同じものが積まれてます。はい、結構早いです。はい、買いの理由3、カメラが出っ張ってない。はい、ちょっと正面の写真しかなかったんでちょっと見づらいんですが、カメラが出っ張ってないんですよ。一応ですね、僕が持ってる 2,3 世代前の iPad 無印ではあるんですが、こんな感じですね、出っ張ってない、こんな感じですね。で、それが何がいいかといえばですね、絵を描くときはやっぱり机の上に置きますよね。なのでカメラが出っ張ってないっていうことは、机にですねフラットに設置してくれるんでガタガタしません。iPad Pro や iPad Air の場合はですね、カメラがポッチリが出てるので机に置くとですねガタつきます。なので Pro や Air の場合はですね、カメラが出っ張ってるんで机に置いて絵を描くときはですね、ケースなどをつけて出っ張りをですね平らにする必要があります。もちろんですね、この iPad 第9世代もですね、さらなる安定感を出すためにはですね、簡素なものでもいいので樹脂製のケースはおすすめです。樹脂製であればグリップ力が増すので、机の上に置いてもですね滑りにくく、また iPad の最大の利点でもある持ち運びの際にもですね手に馴染んで取り回しが良くなります。続いて買いの理由4、スプリットビュー。 iPad にはスプリットビューといって、画面を2分割して複数のアプリを同時起動することができます。どうも iPad ロックです。このようにはい、画面を半分こするのが iPad の機能、スプリットビューって言うんですが、こんな感じでですね、はい、半分にクロッキーサイトやピンタレストといった資料サイトを開いたまま、はい、このようにもう片方でお絵描きができます。僕的にはですね、プロクリエイトというですね iPad に最適化された作業領域が広く設定されたお絵描きアプリがあるんですが、このアプリですね、有料なんですが、2021年9月現在ですね、1220円の買い切りですね。月額とかじゃないんで、買い切りなんで、とても使いやすいかと思います。そして、むちゃくちゃ描きやすいです。ものすごく iPad と Apple Pencil に最適化されたお絵描きアプリ、おすすめです。なので、先ほどのようにですね、はい、こういうスタイルでお絵描きができるので、とってもですね、お絵描きがはかどります。はい、今回の僕の役目はここまでです。よかったらまた会おうね。またね。はい、もちろんですね、 iPad Pro に比べると 10.2 インチという多少狭いディスプレイなので、上を目指すならですね 12.9 インチみたいに大きな方が快適ですが、僕もですね、初代 iPad Pro を買った時は 9.7 インチモデルを買って使ってました。それで絵を描いてましたが、十分ですね、描けてました。はい、買いの理由5、ずっと絵を描いてるわけではないですよね。休憩も必要です。はい、ネット閲覧はもちろん、YouTube をはじめとした動画視聴であったり、A13 チップによって処理能力も上がっているので、いろんなゲームがですねより快適に遊べます。はい、注意点、ここまでは買いの理由を語ってきましたが、注意点も話しておかねばなりません。注意点1、ストレージの不安。こちらですね、最安値で買おうと思ったらストレージ容量は 64GB となります。たくさん絵を描くとなると少々不安になる容量です。64GB の他にはこちらですね、 256GB が選べます。約2万円、まあ、正確には1万8000円ぐらいですかね、をプラスすることによって4倍の容量の 256GB にですね容量を増やすことができます。ちなみになんですが、僕はですね現在2018年版の iPad Pro 12.9 インチがまだまだですね現役で働いてくれてるんですが、3年使ってる今ですね、
平均して 120GB ぐらいのストレージ容量を使ってます。約半分ですね。なので 256GB もあればですね、かなり持つと思います。はい、注意点2、フルラミネーションディスプレイではない。はい、フルラミネーションといってですね、 iPad Pro や Air に搭載されているディスプレイ技術なんですが、こちら水色がガラス面と思ってください。で、こちらのピンクの方が描画される方ですね、液晶と思ってください。フルラミネーションの iPad Pro や iPad Air はですね、ここガラスと液晶面の隙間がほぼないんですよ。それによってペン先と描画される液晶面の方にですね、視差がほとんどなくなるんですよ。 iPad 第9世代無印の方にはですね、フルラミネーション技術が使われてないので、イメージとしてはこんな感じで、少しですね、ガラス面と液晶面に隙間が生じるんですよ。こんな感じですね。ガラス面と液晶面、接地点と描画点を見た時ですね、だいたい絵を描く時目は斜め位置から来ると思うんで、その場合見た時にですね、接地点と描画点の視差がズレが生じます。使っていくうちにですね、慣れてくるとは思うんですが、まあ気にする人は気になるかもしれません。はい、そして次はですね、最大のデメリットですね。やっぱりですね、デメリットもあります。それは Apple Pencil の充電同期方法です。はい、iPad 第9世代はですね、 Apple Pencil の第1世代に対応しているので、充電同期スタイルがこうなります。はい、 Apple Pencil がデビューした当初から揶揄されていた、はい、カブトガニスタイルですね。僕も iPad Pro 初代の時はこのスタイルでやってました。使ってる本人は特別気にはしてなかったんですが、 Apple Pencil 第2世代が登場した時ですね、今僕も使っている2018年版の iPad Pro が出た時は、はい、こんな感じで画面の横に磁石でですね、パチンと Apple Pencil がくっつくようになったんですが、これで充電も同期もできるようになったんですよ。このスタイルがスタイリッシュすぎて第1世代には戻れなくなったっていうか、物理的にも第1世代は使えないんですけどね。なので今回の第9世代目の Apple Pencil については、充電方法同期方法がこれになります。第1世代の Apple Pencil を使う上での最大のデメリットですかね。充電に関してはですね、直接充電器に挿して充電する方法があるので、必ずしもこの方法で充電しなきゃいけないってわけではないんですが、リンクが切れた際ですね、 iPad と Apple Pencil を同期するときにはこのカブトガニモードが必要になります。はい、しかしですね、この最大のデメリットを差し置いても、この性能でこの安さ、取り回しの良さ、そしてプロに比べるとやっぱり安いんで、若干ですね、強引に扱えるので心にゆとりが持てます。この辺を加味して、新しい第9世代 iPad はデジタルお絵かきデバイスのデビュー機としてはおすすめです。ぜひとも検討してみてはいかがでしょうか。はい、当店では普段お絵かき解説講座系の動画を発信しています。この動画を見て、もしもお絵かきデビューを始めましたら、このチャンネルもご贔屓にしていただければ嬉しいです。はい、その時のためにぜひともチャンネル登録お願いします。高評価もよかったら教えてください。はい、また次回のご来店をお待ちいたしております。それではまたね、バイバーイ。